こんにちは、シロです。スタッフさんに英語の早口だったらかまんないんじゃないと挑発されたので、今日は打倒スタッフということで、早速早口に英語でチャレンジしていきます。イエコイ。それでは参ります。 You know New York, you need New York. You know you need unique New York. You君はニューヨークを知っている。君にはニューヨークが必要だ。君は自分が唯一のニューヨークを必要としていることを知っているよみたいな、なんかよくわかんないけどすごいニューヨーカーなんだと思う。次いきます。 Can you can can as a can 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 can? なんか似てるんだけど不安になるね。合ってる。君に缶詰強者の能力を求めてはいけない。なぜならそれは缶詰業者が使うアイテムを持っていないからだ。待って、すごい普通のこと言ってる。まあ、はっきり言ってシロは桃缶を消費するのは得意ですね。次いきまーす。プレッドプレッドテッドプレッドエンテッドプレッドプレッドプレッド。いけるいける。地獄絵図でしょうね。おいフレッド、これ食えっつって、おいテッド、これも食えっつって、もうってなってお互い押し込み合ってあーってなって死んだ。やるぜやるぜー、シロちゃんやる子いきます。 How much camel can a canyon cannonball climb in a camel if a canyon cannonball can climb camel in a camel? やったー。いや、これはつまり何？砲弾がラクダにキャラメルを詰めってことは、キャラメル砲弾をラクダの胃の中に突っ込むってこと？なんてかわいそうなんだ。次！やるぃー！よくでいくでいくで！Suzy works in a shoe shine shop where she shines, she sits, and where she sits, she shines! 言えてると思う！もう言えてるの！言えてるって言ったら言えてる！ネクタイを磨いてるんですけど、この状況、その座ってるスージーを磨いてるの？あ、違うか、スージーのお尻磨いてんのかと思った。スプリントは相当やべえぞってな。次ピーラポイポピクルペコピクルペッパーズピクルピクルペッパーズピーラポイポピクルピーラポイポピクルペコピクルペッパーズウィアザペコピクルペッパーズピーラポイポピクル。スジはね、ピクルスダメなんだ。電脳ピクルス、あーびだにゃ。ピーターパイパーって名前が難しいよね。名前で難しくするのは早口言葉としてあるまじきことですね。ピーターパイパーがワンピックのピクルスをつまんだら、ピーターパイパーがつまんだワンピックのペッパーピクルスはどこって手の中やろ。超魔法発動、しおちゃん頑張る。Look, look, likes, likes, look, duck, likes, likes, look, look, licks, licks, look, duck, licks, licks, duck, takes, licks, in, licks, look, look, likes, look, look, takes, licks, in, licks, duck, likes. ピンポン、ピンポン、ピンポン、ピンポン。なんか湖で大暴れちゃったね。シオの大好きな違う生き物が浮かんできますね。ルークラックはところで人間なのか？アヒルが好きとか言ってるか、お前もアヒルなんじゃないか。全部言えましたね。全部言えました。しょっちゃんすごいです。言えてた、全部言えた。ということで、英語の早口に挑戦してみたら、無事、全部、一発で読むことができました。やってみて思ったのは、読み間違いは、噛んだに入らないと思いましたね。はい。読み間違いのだけで噛んではいないんですね。不思議ですー。不思議だなー。よ、不思議大発見。いやー、今日のしおちゃんもさえ渡ってるなー。英語の早口が読めるしろちゃんはOK。